翔平タイムゴルフです。はい、どうも翔平タイムゴルフです。翔平タイムバンダメから言って。え、どうもマイファーストストーリーの翔平です。キットです。なんで言ったの、マイファーストストーリー。違う、もうあれでしょ、もう編集で消してんでしょ音を。マイファーストストーリー消してないよ。消してないよ。そのままだよ。消してるから。なんでそんな面倒くさい。ちゃんと 音も鳴ってるから俺。鳴ってないよ。マイファーストストーリー。今は頑張った。これが本当の気象です。好きな食べ物は死です。死はやばい、ほんまに言われへん。死チクニック死クニック。じゃあ赤スクスの。いやそれ言われへんのよ俺。ちょっと行ってみて。なんでやろ、マジで。好きな場所はアクスクス。好きな場所はアクスクスカスクス。え、マジで言えない。アクスクスクス。作ったん誰。後半の企画はドライバー抜いたらスコア良くなるんじゃね。それ間違いない。それは間違いない。その通り。もう検証結果、その通り。はい、その通り。はい。じゃあそれでいこう。っていう企画でやっていきたいと思います。まあ、どうしてもドライバーあったらさ、うん、打っちゃうじゃん、うん、一番飛ぶから。そうだね、抜いちゃうじゃん。え、ブローから行くの。いやいや、黒でしょ。黒確かに。なんかドライバーでマネジメント、マネジメントってコメントあるじゃん、結構、うんうん、本当にスコア良くなるのかっていう。なるほど、まあそうよね。ドライバーマネジメントってなんかもう流行りだよね。うん、流行り。うん、オッケーオッケー、うん、じゃあ翔平から。翔平から行く。翔平から行く。ねえ、かんちゃんさ、うつきないでしょ。あ、そうだ。かんちゃんさ、うつきないよね。週一ちょっとハンマー。おー、いいの俺オーナーで。いいよ。ええの。466もあるけど届くかなこれ。よし、じゃあ後半もよろしくお願いします。話すシンプルに距離飛ばなくて打つまであるんだけど。確かに。このホールドライバーの方がよく普通に。うまっ。ナイスショットだけどさ。そうなんだ、ドライバーの方がよく。ナイス。ありがとうございます。絶対距離残るよねこれ。じゃあ絶対距離残るんだろこれ。マンダフ。あちら。これ大丈夫？右は意外と大丈夫。あ、広いね。これ、まあね、さ、これドライバーでいいじゃん、このホール広い。そうだよ。やばい、これ負けたら破滑。もうみんな真っ白になる。まあ後々。うまくれ。ま、え、なんで？超いい球じゃん。仕組んだのに。超いい球。超いい球じゃん。そうだった。え？いい球だった。いい球だった。ありがとう。いい球だった、ね。これ遠いでしょ。ドライバーの方がいいでしょ絶対。翔平、はい。なんかおかしいね。おかしい。ちょ本当だ。なにこれ。いつ？あの飯に。そうだよ、誰もいなかった時だと俺がトイレから帰ってきたら。え、マジで大丈夫？これ見て。めっちゃ嘘でしょ。めっちゃヘッド重いから。はい、やってまいりました。まあ、後半ね、そう、翔太がトイレから戻る前にこれは取っておかないといけないです。スプーンですよね。パターも絶対使うんだ。うん、いいね。こっち行きますか。後半ドッキリですかこれ。プロは道具を選ばないと思ってます。プロは道具を選ばない。そう、後半そうだよね。ドライバーなし企画だもんね。ちょっとショータね。はい。気づくんじゃない。気づくかな、気づかないかな。どうだろう、気づけなきゃもう。そうだよね。え、だってそれかなり重たいでしょこれ。かなり重い。俺気づかなかったら俺めっちゃ笑っちゃうかもこれ。俺やばいよ、やばいよこれ。ね、でっかでっか。これもちょっとこんな感じ。あ、それ切れんの。でかすぎなんだけど、それこれさすがにわかるよね。
えってなるよね。包み込んでるやん、もうフェイスがない。確かに。見栄えどんな感じ？こんな感じ。あ、いいっすね、いいっすね。オッケーオッケー。これは面白い。オッケー。これはだいぶ面白い。ちょっとバレないように先行ってさ。うん。俺一人で戻ってようか。オッケーオッケー。一人戻っといて。オッケー、はい。待って、これ打たして。やばいんだけど、これ。マジで感じなかったわ。やばすぎなんだよ。 俺だから気づいてるけどわざとやってんのかなって思って。気づいてねえよ。いやこれマジでやばい。前笑い止まらなかったね。チーピン出てほしいなと思ったらめちゃくちゃいい球ですからと思ってやっぱそうなるよな。そうなんだ。なんで普通で寝てる。だから誰もいなかったの。じゃあなんかさ、俺坂地さんさ先戻ってって言ってさ戻ったやん。めっちゃ警戒してたから。え、どこ行ってたの。こっちの寂しがり発揮してた。あれ帰ったと思ったったら帰ったと思った。ドッキリかと思ったら誰もいねえんだから帰ったね。あ、俺ロッカー行ってた、ロッカー行ってた。昨日から打ち合わせのラインが忙しくてさ。その LINE かよ。そうなんだよ。何しようかな。そう最初切れて帰るやつとかいろいろ考えたけど、戻るの悪くね。結果なんか戻るの悪いから鉛にしようってした。最初1ホール目のセカンドで切れるわ。いや待ってくれ。でしかも切れる理由が眠いとクソわがまま。そういろいろ考えた結果、鉛に行き着いたわ。鉛ナイスなるわ。残念だったな。めちゃくちゃいい球。超いい球だよ。むしろ俺さ、笑いこらえんのに。そう俺は僕なんか後ろで超笑ってた。マジで俺は自分打つ時に笑いすぎて聞かなかったもん。なんかてか、そのさっき喋ってた時にショートがスプーン構えてる。喋ってた時に俺マジ笑いそうな。いつやったの。昼飯前。飯頼んだ後にやっぱりトイレ行ったでしょ。チャンスとか言ってめっちゃ走ったもん。動画残ってる。動画残ってる。マジで後であげるわ。あ、やばい、右全然セーフじゃねえじゃん。終わった。自分がやってるやん。自分が失敗したわ。おもろすぎてさ、もうどうでもよくなってる。クラブ持ってきてなかったでしょ。もう楽しみすぎて。そういうこと。どんな球打ったんだ。だからなんかカメラつけたの。そう、そう、そうだよ。珍しいなと思って。カメラのレッグボタンをさ優しいと思った。いつだってさ打つか分かんないじゃん、だってびっくりした。こっちが言わないと気づかないんだ。マジで思う。せっかく仕組んだのとか最終的にネタバラシしてるし。あ、言わなくてもマジで分かんなかった俺。あ、そう。えって思った。俺らが仕組んだの。そう何のこと。何なの。あった。ほら違う、分かんねえわ俺。鈍感すぎだな。だってバランスだいぶ変わってるでしょ。5ポイントぐらい相当変わってる。だってさ13グラムぐらい張ってるよ。だよね。やべえ、もう行った俺がダメじゃん。8番。うわ遠。どう、遠い。めっちゃ遠い。これドライバーの方がよくね。これどう考えてもドライバーの方がよくね。うん、どう考えてもね。だってこの方向打ったらドライバーだったら広いもん。うん、広い。何なんだよじゃん。いやいや、まあまあ検証するってことね。そうあの辺。うん、多分いい感じ。うん、あ、211。長っ。そこは遠いね。ちょっと何ヤード。そっからちなみに俺距離見ないで打ったんだけど。あれ翔太、そっから何ヤードだった。分かんない。211だよ、そっから。俺んとこからね。で、俺195とか多分そんぐらいだと思う。長すぎる。ドライバーだったらもうちょっと近づける。よし、じゃあ行こうかな。4ユーで余裕。あ、やばい、これはやばい。
ああ、まあまあまあしょうがない、どうしようがない、しょうがない、どうしようもない。奥で行くかな。ちょっと今引っ掛け警戒した、でかい警戒心が強いね。俺右向いてる？いや、そうでもない、まっすぐ、うん、またリモコン誰も持ってない。俺持ってた、優しい。俺も初めて打ったんだけど大丈夫か？弱くね？弱いか、だいぶどう、新しいっすね、いい感じ。いや、めっちゃ良かった、強い球出てる、うん、いい球出た、ね、その方が良かったんだよ、振りやすい、うん、ありがとう、切れそうだわ、切れそう、うん、ドライバーに張りたかったな本当そう、当初はね、ドライバーでやるって言ったのに、そうそう、突然な後半ドライバーなしとか言って、いや、いやあれ決まってたんだよあ、そうなの、目バチバチあったもんね、スプーンじゃねとか言って朝ちらついたかった、え、ドラマなしなんだみたいな、マジ、えってこれじゃスプーンに貼るしかないアイコンタクトあったよね、そういう打ち合わせあったのね、そうだよ、目配せあったよ朝、ちょうどいいね、面白いよ金太ちゃん、最高よ、自称が何だろう、自称ミュージシャン、俺とカンちゃんそろってやばいよね、やっぱあ、あった、なんか面白い罰ゲームないかな、どう、話題作れたでしょ、打っちゃうね。何これもう。打てねえじゃねえかよ。せめてソウルでやれよ。もうどうやってそれに関してはもう隠す気なかったから。これも練ってたのこれ。そうだよ。そうなの。もったいないからそのまま打てよ。打っちゃうよ。え、カン乗ってんの？俺は乗ってるよ。え、だって今アプローチじゃん俺。顔見てなかった。ナイス。ナイス。すごい。いや、しかもこんな鉛にあんの？うん。おい、もったいねえよ、それ800円もしたんだぞ。そんなもん金使うな。もったいねえな。どうせ剥がすんだ。もったいねえな。なんで剥がすんだよ、もったいねえな。じゃないよ。もったいないわ。もったいな。かんちゃんが汗水垂らして働いて稼いだお金で買った。ありがとう。うん。うん、ありがとう。むずいよね、ビンザって。うまいけど。自分に使いな、その鉛。800円、ね、昨日ね、仕込んだってこと？そうだよ、ね、今買い物が行くだから急いで帰ったの本当に。まあ、全然綺麗な、面白い感じ、ない、で、鉛貼ってる動画もあるってこと？ある、あ、あるんだ、うん、YouTuber らしいね、うん、ちゃんと撮ったよ、俺惜しい、ボギー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 、あれどうした、パターンの鉛は外した、なんで邪魔くさい、フェースにも貼ってあったからフェースに波打ってあったから鉛やっぱ鉛がない、鉛がないからちょっと軽くなりすぎだな、パターンが、そうだね、うん、あ、シャフトに巻けばいいじゃん、うん、いいよ、巻かなくて、別にもったいねえな、そうだよ、グリップに巻けばいいじゃん、そう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 、あ、こういうこと、そう、完璧、どう、おー、いいかもしれない、で、うん、同じ位置から打ってみてよ、うん、どう、その辺、その辺、その辺、もうちょい近い、あ、まあその辺だね、その辺だ、うん、それ多分変わるよ、どう、うん、いいわ、ありがとう、いいっしょ、これで QT 通りそう、通りそう違反だけどね、そ
左右対称じゃないから大丈夫だよ大丈夫じゃないよこれじゃあさじゃあ根元にまで全部巻きつければいいじゃんということ左右対称ってなんかグリップって左右対称じゃないといけないんだ、うん、あそうなんだ、うん、パターだけは丸くなってもいいんだよ、ね、じゃあシャフトはシャフトも左右対称だね、うん、あそうなんだこれダメでしょ全部巻きつければいいじゃん左右対称じゃなくてもいいんじゃないなんであれスーパーストローク左右対称じゃないのある嘘ここが出っ張ってるあーパターだけ大丈夫じゃなかったっけ確かあそうなのうんいけんじゃんそのままいけるわキューティーいけんじゃんそれこれでいいうんあれじゃんそれで出よう、うん、出るよいけるわこれでいけたじゃあ後半オールスクエアはいオールスクエアこれ別に2対1じゃなくてもオールスクエアだけど確かになんでスプーンあんないい球出んだよ強一じゃねえかよ間違いないあここ短いね短いって言っても370かうん要はたまにドライバー必要ってことだよ確かに黒から回る際はドライバーを使いましょうはいなんで届くスプーンで370どう左行かなそうでしょ行かなそう、うんちょっと俺気づかないってことにちょっとショック受けてる、うん、めっちゃ重いでしょ相当変わったよ重いねもう完璧はいさあえぐカブトムシ死んでる結構右でいいのぼちぼち右でいいぼちぼちうんあ、いい感じ完璧よしパーフェクトダメだ、俺まだ慣れねえ笑いになれねえ言われてみればどう言われてみるとすっげえ重い言われてみるとね気づかなきゃよかった気づいてからがもういや大丈夫、一度目マジで気づいてないからもう完璧だけどね気づいちゃうとね完璧だけどね気づいちゃうと気づいたいや俺さショートってさこのルーティンでさ、うん、これやるじゃん、うんうん、それでソール見えるためにさそう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 笑っちゃうんだよめっちゃ笑いこれバリ合ってるわおいもったいねえよそれ500円したんだぞ高い金使うなって思ってないおいもったいねえおいおいもったいねえよマジで企画費でああああああ軽いやんもったいなじゃあ俺に貼ってみる貼ってやるし確かに変わるこれでどうもう粘着力なくなってんじゃん剥がしたから OKOKOK ナイスありがとうナイスさすがに重かったさすがに重かったね気にしちゃうとねなんで俺最初出てたんだろう普通にブラシ勃興かなんか今日疲れてんなぐらいで出たんでいや普通に違和感なかった全くめっちゃいい球出たしでさ初めてはなんかドッキリみたいな感じだったなショータイム史上もうバズりそうやばいよこれからこれから来んのこれから来る毎回来んの、うん、毎回来るよゴルフ場来たら一人とかあるよ途中でみんな帰っちゃうあるの帰っちゃうドッキリあるよ帰っちゃうエンターじゃなくてホントのゴリラ連れてきた密輸してきた本物のゴリラってそれおもろいだ大丈夫ギリギリ下げ打っちゃっていいいいよやっぱ弱いよね。ダメじゃん。勝っちゃう。九。九。うん。131。俺のとこから。はい。九。うるせえな。うま。よし。よし任せてくれやばいやちょっと
120、25、50度。これついてないね。人間不信。今度昼休みの間にさ、グリップ交換しよう。やるか、やるか。ウェッジにスーパーストロークさそうで。今日引っかかるね。まあまあまあ。ウェッジ。ウェッジにスーパーいいね。ウェッジにスーパーストロークさそうで。エンターにやりて。翔太しかも交換できんじゃん。あ、できる。ね。ピーって切ってた。駐車場でやればこんなの。あれ一番太いやつ。うわーい、うわーいって言いそう。うわーい、それいいね。うん。矢野東さんにやろうか。それはやばすぎ。ドライバーにスーパーストローク刺されてる。やばすぎ。なにこれ、絡められないじゃん、指とか。こんなんじゃ飯食っていけないよ。あら、頼むってこれ。マジでウケる。ガムおい、俺も打つ必要ないじゃん。マジ、珍しい。オッケー、よし。ちょっと先を取るか、俺。うん、はい、あ、いいよ、OK だ。 OK、OK。 はい、完璧。よし、あれ、鉛どこ行った、翔太。あれあれあれ、鉛落ちた。あ、いいね、動いてる、動いてる。鉛が読むたびにさ、鉛が動いてる。ああいう練習器具あったよね。あれなんかシャローイングみたいな。あれパターンもシャローイング。コンドームかぶせるみたいな動き方してる。ついちょっとそれさ、一回打たして。あ、マチプレ、マチプレ。あ、これ誰が考えてんの、その鉛。意外と手元安定しない、これ。うん、安定するよ。よくね。うん、グリップの中に刺せばいいじゃん。誰と、まあ、ご紹介した。うん、大丈夫か。うわ、よし、いいじゃん、そのグリップ。いいね。うん、いちいち落ちるんだけど。どうする、うなんか粘着テープでくっつける。これでもありなの。あの、グリップの中に巻くのはあり。あ、中にね。うん、鉛で重くしちゃえばいいじゃん、手元。絶対安定するよ。あ、なんかフィットするしね。うん、だんだん手の形に馴染んできた。うん、ありで。うん、あり。ねえ、大丈夫、帰る頃に鉛中毒になってない。なってるかも。うん、その手でハンバーガー食おうぜ。だから俺フォークとナイフ使ったんだよ。そうか、そうか。鉛触ったから。本当はあれ両手でかぶりつきたかったよ。なんかおしゃれに食ってんなと思ってたよ。ああ、やっと点と点が線でつながったっしょ。そこつなが、俺気づいてなかったわ。全部腑に落ちた。そういうことか。鉛中毒になると思ってさ、ハンバーガーをナイフとフォークで食うやつかと思って。シャレてんなって。女かよと思ってたけど。やっと繋がった。よかったじゃん。全部腑に落ちた、ありがとう。ナイス、安心した。安心したよ。パー5よ、パー5。何、これもスプーンの方がいいよ。もうやってみようか。そうよ、まあ、全部。でもショータはあれじゃね、このホールからスプーン引っかかんじゃないの、軽くなったから。確かに、流れ流れ。そっか。うん、ナイスバーディー、さすがミュージシャン。うわー、ここドライバー、まん、これどう考えてもドライバーだろ。スプーンの方が狭いって。レバーで払いたくなったのはガチ。ガチ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 、それはガチ。本当にトイレ行った。だけど1回目のトイレは、うん、あのトイレ行ったついでにボールで鉛をソールにしっかり固めてきた、剥がれないように。なるほど、ね。うん、
2回目はガチ。ガチの腹痛。完璧。俺こっち側初めてだな。そういえば。あ、そっか。ああ、微妙なとこ止まった。微妙なとこ行ったね。最悪。左の方が近いってこと？左の方が近い。大丈夫、鉛ないけど。大丈夫？鉛ないから勝手に行くんじゃないの？これが本来の。ごめん。もう、さすがに。本来さすがにね。あ、笑いこらえるに必死だった。ナイス。めっちゃ飛んでる。よし。本来の弾出た。本来の弾出たよ。よいしょ。ナイス。うまっ。やっぱスプーンって曲がんないね。うまっ。いいね。お前スプーン全然打ってないよ。ベースが錆びてる。あんま使うことないもんね、うん、普段ない。ちょうどマジ面白いな。こんなのが面白い。何が面白い。そう、気づかなかったのが面白い。そうだ。さらにいい球だったのが面白いんじゃない。なんだろうね、強一だよね。そう。一番いい球だったよ。よく笑いこらえたね。いやいや、こらえれてなかった。見てみ、後で映像。後で見てみ、こんな感じで。マジで。そう。ラジオ俺はカンちゃんこっち見ないでと思ったら俺声出ちゃう。笑い、これ今度は何にしようかな。それ面白いね。でもこれシリーズ化しよう。次は何しよう。じゃあ仕掛け人常に俺ら。翔太に何があるのか。俺なのね。気づかないみたいな。さすがにもう気づくでしょ俺は。いや次何しようかな。なんか気づかないところで面白いやつ。そうだね、むずいな。一番やりたいのズボンのケツの方穴開けた。そうだ、スプーン飛ぶね。あれ飛ぶんよ。ドライブフェルトみたいな。あのスプーンマジ飛ぶ。あれパラダイムだよね。うん、これなんか確か、あ、ケザーが上がった。そうそうそう、右も左もなんかエグエグエグ。しかもあれやばいね。200ぐらいで刻んだけでしょ。200もいらないもんね。200もいらない。170、80でいいんじゃない。ここ広いからドライバーでよくね。ねえ。6番。はい。危ない。ナイス。よしよし。スプーンの方がスコアいい。俺の方が出るかも。確かに今1位だもんね。おお、うまっ。これ大丈夫？これ多分いい。あ、そう、うん、この辺行ったけど、めっちゃ良さそう今の。スプーンってさ、どうしても苦手意識あんだけど。俺も一番苦手。なんでそれでスコア作ろうとしてるんだって。やっぱ苦手なんや。苦手、うん、スプーンが一番難しい。これユーティリティぐらいでいいのかな。多分ユーティリティぐらいでいける。日当たんない。乗ってる、あれ。あ、乗ってた。やばすぎ。乗ってやがれ、うん、ナイス。よし、勝った。勝ったわこれ。やべえ、ピンチ。いや、そうそう、さっきまでスプーンの悪口言ってて悪かった。260台か。うん、ちょっと右だな。帰ってこい。
あーでもいいとこ、グリーンエッジ。ほんのり雨降ってきてるね。やばいね。 GoPro うぜー。まだいけるな、多分これだったら。 GoPro アップできないもんね。うん、 GoPro でやるんだったら携帯の方がいいんじゃない。それは違う。携帯って大丈夫なの雨。余裕で、俺プールなんか携帯持って入ったりするよ。あ、そう。うん、温泉普通に携帯入ってる。携帯でいいのかな。アップはできるよね、携帯の。温泉入ると携帯と一緒に入る。ごめん、翔太、ごめん。一緒に浸かる。よいしょ、はい。半身浴する、携帯に。あっつぁ。携帯半身浴すると一時的になんかモヤモヤになるけど。そうなの。あのスピーカーの水だけ抜かなかんよね。そうそうそう、アプリあるよね、そういう水抜きの、うん、あれでも普通に何回か通話したら抜けるよ。あ、そう、うん、なんかその水が抜ける周波数のやつがあって、俺それでいつも抜いてる。そうそうそう、いくつって139。 OK OK OK。 いやそこはいいだろ。そこはいいね。139ね。そろそろ切れて帰る。あれやばいじゃん、振り、うん、帰った方がいい。あ、もう切れちゃう。じゃあ次回これやろう。オッケー、次回俺切れて帰るわ。オッケー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 。誰に向けてやんの、うん、翔太。俺なの、うん、4人中3人帰る。1人、つまり1人。あー来た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 、また来たよこれ。並木にやる。あ、やろうぜ。翔太これカメラいける。やばい、もう終わり。並木ちゃんがさ、パー取った瞬間帰ろうぜ、うん、なんでそんなうまいのとか言って、うん、帰ろうっつって。マジかよ、ブヨ多いよな。うわ、めっちゃ雨やば。急にこんなね、やんだね。まあいえ、これをやんだと言わずに何と言うんだよ。これ大丈夫。うん、大丈夫、耐えてる、大丈夫。うわ、雨うまっ。ゴーモゴーモ。オッケー。うまいね、惜しい。さあ、ナイスパー。うまっ、あっからパー。よし、うまい、うまいね。うわー、ナイスナイスバディ。生にない方がいいじゃん。そりゃそうだろ。そうなの。そりゃそうだろ、邪魔だろあれ。邪魔なのあれ。邪魔なの、どう考えても。何切れてんだよ。いや切れるだろ、勝手になんか生に貼られて。切れてるんですか。切れてないです。どうする、じゃあそれのおかげで再生回数伸びたら感謝しろよ。感謝しかない。うん、うん、ありがとう。新しい話題ができた。うん、助かったわ。今日話題ねえんだよ。ネタ切れだからさ、うん、変なゴルフしかしないもんな。うん、あれのせいで誰かさん切れるしな。誰が、あれみんなパワープレイ、はい。